はい。あ、いい天気だな、今日。めちゃめちゃいい天気ですよ、今日。京都はなんか雰囲気が違いますね。奈良はうっそうとしてるんですけど、京都はなんか雅ですね。すべてが。大阪思ったら、ね、田舎に静かに。ああ、ステンレスなんですね。そうです。ちょっとデロリアンは、全部ステンレス。このドアからね。はい。全部ステンレスよ。全部ステンレス。あ、中綺麗ですね。綺麗に見えるけど、もともと皿だから、シート。はあ。元々シート皿。ダッシュが一個ひび割れあるけど、はい。R とかじゃないから、はい。平でしょ。あ、ほんまです。平だから張っても難しくないわね。どうぞ。これ使うのはどこなんですか。どこを使うんですか。こっちからもう鉄交換して、はい、そうします。使わない。ここはね、本気で使わないのは返して。こっちも開くんですか。はい、開けたけど。はい。なんか思ったより大きいですね。これ何 cc なんですか。4000なのか3800。ほう、いいじゃない。車はね、僕どこは好きで、はい、車屋みたいな真似してるけど売れません。いや高すぎるんじゃないですか。いや高すぎじゃない。どうなんですか。まあまあ金額的なもんもあるけど、はい、やっぱ春日を押しとんな。な、何が、なんで動かないんでしょうね、今。今ずっと置いとる。あ、置いとるからってことですね。エンジンみたいなね。カムカム。岩手の友達呼んできたら動かしてるかもしれないですね、これ。だから、はい、水回り、水回り、エンジンは動いてたから潰れてないですね。潰れてない、潰れてない、潰れてないですね。水、うん、電気系、はい、ガソリン、みんな言うたはんな、はい、ガソリンのタンクは掃除しなあかんと、はい、ポンプは変えなあかんね、はい、だからこれボルボだから、はい、ボルボ10万円までで動くやつあるじゃない。はい。ボードワーとか。はい。あれ乗っけたら、早いんちゃうかな、部品買うより。ああ。ただね、はい。昨日君とお話をして、はい。そんな駆け引きしんね。はい。今まで売れへんには売れそうで。ほんでも私もいらんもんは、うん。これ私とこで入、あの、輸入したもん。はい。十何台で輸入してるから、はい、だからうちの名前で輸入して、はい、ガスレポートもあの輸入組合、輸入組合でもそんな海外から車を入れてそんなことあんまり最近やってないから、はい、ずっと預けたまあまあなんだよな、はい、ところがね、会費払ってないから何年分払ってとか言ったらとんでもない値段じゃない、はい、言うと話をしてるから、はい、15万円でいただけるようになってる。ああ、あのガスレポ書類を、ガスレポ、ガスレポ通関証明はあるよ、はい、ガス券いるからね、はい、でガス検査はいらないんですよ、はい、ガスレポートやからもう合格したやつが、はい、あの枠で凍ってるから、はい、もうそれもらうだけでいい。 あとは予備検査って検査とかなんでしょ、はい、だからね、ビンビンなことはないけど、はい、割れてないよ。
全然割れてないです。でゴムもこれね、はい、さっきちぎれてるの大変じゃない。全然大丈夫大丈夫。だからあのこんなとこがあれだったら大変だな、部品がいるから。はい、割れてて、まあ、割れててもファイバー直せるけど、これ割れてない、はい、塗装はまあね傷んでると思う、うん、いやいや、だって年式これもう30年、これ以外は、はい、56年ですかこれ、これはだから西暦で言えば80? 81年と82年しか作ってないよ、2年間だけ、はい、製造全然割れてないですよ。私うちさんでもやった、はい、すいません割れてないの、はい、ゴム OK や、グリルから、はい、下のスポイラーでもこれ全然大丈夫。あ、綺麗にして全然綺麗ですね。色塗るかやな、この間のは傷んでたな。へ、だからね、これずっと置いといて持ってきてちょっと掃除簡単にしただけで、うん、だからね、私はもう直するそういう車ばっかり買ってて、はい、これなんかは、まあ、話すから長い、はい、これうちで作ったの。あ、ここの車ですか。だからアメリカからボーデー買って、はい、で1台今の SLK あるでしょ、はい、あれを全部バラして、これ足回りからエンジンから全部 SLK、はい、それにボディを乗っけて、はい、これもガルイン、ベンツをね、へー、これ正規で全部したの、うん、ドア壊すのよ、あ、ガルイング、うん、だからあそこの店はうちの店だ、ね、あ、そうなんですか。でね、車いっぱい置いたの、仕事、うん、修理屋さんとかね、はい、倉庫とかも、だから車いたむし、だから、うん、全部は売らないけど、はい、ベンツ直してるから、うちやってらんないね。売れなかったらね、はい、ところが今まあまあええ値段言うてきてる、うんうん、たくさん、うん、来てからの話だけどね、はい、だからこういうものを、私も若い時からこういうものも、まあ、しんどい、疲れる、いっぱい直してるから、後で見に行ったらいいからね、はい、これで全部レストアして、はい、ほんで売ってんだよ。はあ、ベンツはちょっとまあまあ、ベンツファンの古い車が好きな人は知ってるな、うち業者もね、はい、長いことやってるから、で、うん、こんなん作ったんで、はい、ホイールは変えるけど、ホイールはもう注文したのかな、スポークホイールのセンターを、あ、はい、だからエンジンは、はい、今の現行で乗れるクラッシュ、はい、そういうの中に入ってる、たくさんで、オリジナルで綺麗に仕上げてるやつの、うん、本当に悪くないでしょ。はい、綺麗です ね。これでもこれ外れたけど、つけたけど、サラダとか、あ、もうや、綺麗に外れた、ああ。汚なったな、昔ビンビンやったこれ、はあ、ずっと置いといたらこうなるんだよ。あ、太陽に当てるって。昔これ新品の。ああ。シートサラだったよ。昔で何年前ですか。だからこれ輸入した時。はい。だから輸入してから10。はい。あ、15年。はい。ならへんのかな。12、3年か。で、初めはちゃんと置いといたんだよね、倉庫に。はい。これだけじゃなくて、いっぱい。はい。でも傷んでるやつは屋根付きはもちろんね、はい、まあ傷んでるな、昔はもうビンビリビン、うん、まあ、そんなお金かかんないで、あ、そういうものを本当は手掛けて、これがね、ベストしてた、ほんでね、はい、エルダービルじゃない、うん、男は昔は450万、はい新古車みたいなもの持ってたから、はい、だから最高で600何も出たことあるかな、それの残り物、何台か残ってたやつを、この間部品がもっと足らないやつで、はい、これより悪かったね、これはもう売れちゃったし、デロリアンこれだけ、
人が蒸したん時や分かってます。ありがとうございます。